痩せたい。はい、どうも皆さんこんにちは、武田でございます。冒頭からいきなりね、上半身裸という汚いところをね見せてしまってね、本当に申し訳ないと思ってるんですけれども、いや痩せたい、あの頃に戻りたい。僕やっぱりこの陸上引退して社会人になってから本当に太ったんですよ。見てもらうと分かると思うんですけど、もうお腹が出るんですよ。これもうどん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 ブク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 、陸上中心の動画でやらせてもらってるんですけれども、やっぱり陸上中心の動画上げてますと、やっぱり陸上選手と絡むことが多いと。そうすると陸上選手のたくましい体を毎回見るわけですよ。その時の絶望感と残念感と残尿感、それは違うわがありまして、本当に毎回心が痛む。この左胸が痛む、左胸が大丈夫かな、いろんな意味で。大学時代動画上げてた時もダイエットプロジェクトとか行ってやってたんですけれども、今回は本気のマジでやります。ただしかし1週間でな、1週間で僕がどれだけ痩せれるか。僕の体だってすごい素直で、食べればすぐめっちゃ太るし、痩せるように努力すればすぐ痩せれるんですよ。本当に本当に本当に、これはだからダイエットしてこうすれば痩せますよっていう動画とかじゃなくて、僕のポテンシャルをね皆さんに知ってほしいというね。今こんなだらしない体ですけれども、1週間後、今日は木曜日ですけれども、明日金曜日か、明日この動画が上がってる時は金曜日だと思いますので、10月12日金曜日の動画で僕の変わった姿を皆さんにお見せできればと思いますので、楽しみにしていただければと思います。ダイエットする上で約束事を決めたいと思います。さっきも言いましたけれども、まずやるのは金曜日から、来週の金曜日までの1週間、8時以降に20時以降に炭水化物は取らない。毎日300回以上の腹筋や腕の筋トレ、体を締まるようなトレーニングをする。あとはないかな。まあ今のうちですね、僕にド M じゃないわよ、ド M じゃないけれども、僕にこのお前それはやばいよっていう怒涛の劇を送っていただければと思います。だがな、一言言っておくぞ。今陸上やってる中学生、高校生、大学生、社会人になってみ、ブックブック太るから。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。